こんにちは。在宅ケアといえばセントケア。今回 MC を担当するセントケアチューブ富士宮営業所の相良です。今回の動画では新任所長さんの研修に密着してみました。早速お楽しみください。介護技術とかのテキストじゃないところが所長育成研修っぽいですよね。新任の所長さんも他からもいらっしゃるので、皆さん同じ感じなので安心して受けてもらえます。お疲れ様です。鶴ヶ営業所の訪問介護7月から始めさせていただきます大村きみ子です。よろしくお願いします。今ハマっていることは、中村次長がおっしゃったように、私も、オートミールに、ちょっと夫婦でハマってまして、オートミールとか、こう豆乳とか、ナッツ系を入れてクッキーにして、ポリポリ食べちゃってるんですけど、ちょっと食べ過ぎかなと思って、それがいいのか悪いのか、それを、今ハマってます。以上です。よろしくお願いお手元に資料と準備は大丈夫でしょうか。少しだけね、オリエンテーションして本題に入りたいと思いますが、テキスト、所長育成研修在宅サービスと書いてあるホチキス止めのね、テキスト。今回の、サービス別のですね、在宅サービス編の所長育成研修なんですけども、所長さん就任したばかりでね、まだ不安なこといっぱいあるかと思うんですが、皆さんが対峙することはまず、お仕事というところで、お仕事なんですけども、対外的な部分であったりとか、お客様そしてスタッフの方とね、向き合うということで、全体的にこう営業所をまとめていくということなんですが、それぞれ、1,2,3,4 と対峙するものに分けて、研修は構成されています。で、一番は、所長の皆さんが元気に生き生きと自分らしく、働くというところにありますので、少しでも、不安を解消して、できることからね、コツコツ始められるようにと思います。座席さんの稼働がちょっとパーセンテージが多かったので、普通の、座席業務っていうのができなかったって、なかなかうまくできなかったので、ケアさんの、正社員さんの方にもっとこう稼働をしてもらうっていう形をしなきゃいけなかったのかなっていうのはありました。はい、あと身体比率ですね。身体比率をもうちょっと上げたいっていうのはありました。はい、以上です。今日の所長研修は何時からやったの？9時すぎにここに行って、今ですよ。5時半。たまにはこういう研修も新鮮でいいでしょう。そうですね、たまにはいいでしょうね。
でもまだ慣れてないからちょっと。でもそう、もう解説するんだなって。そうですね。実感になりますよね。こうやってカメラに撮られるのもだいぶ慣れてきましたね。見るのは慣れないですけどね。見るのは慣れた自分で。でもどっから見ても大村さんだから大丈夫ですよ。そうですね。いや、一日本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、いかがでしたか。僕も所長になった時に受講しました。一日みっちりなので疲れますが、基本が学べるので安心できます。次回は新任の介護スタッフの研修にも密着予定です。お楽しみに。